どうもシュートです。さあ今回もイフトアプリの動画撮っていきますけれども、今回はですね、まあ今週やっぱこの選手が一番注目されてるというかね、まあ強さ、話題性、いろんな意味でもまあナンバーワン注目選手でしょう。まあその選手をちょっと30試合以上ぐらいね使ってきたんですけれども、ちょっとねめちゃくちゃ強くて正直引いてる。なんか誰よりも点取るんじゃねってぐらいね決定力がえげつないんですよ。まあその選手というのがですね、まあこちらのですね、はいドドン、ロナウドですね。まあ僕はちょっと総合値100いく育て方はせずにね99に止めたんですが、まあ100いく育て方もあるらしいんでね、まあちょっと分かる人、詳しい人はコメント欄でちょっと教えてあげてほしいなと思いますが、まあこの今週登場したこのティグレっていう、まあ、アルゼンチンかチリのリーグかどっちかのチームの技術 3CF のまあ 1.5 列目と頂点でよく使ってたんですけれども、まあ正直どっちでも強いかな。もうほんとまあこっちの方が多かったけど、途中からこっちの良さも気づいたんで、まあ、やっぱムバッペは ST ではね薄適正なんで、濃い適正で使いたいってなったらロナウドをこっちに持ってくるのはありなんじゃないかなと。それでね、左だけじゃなく正直右でもねめちゃくちゃやれましたね。まあ、左足のシュートも上手いし、コンカとかも別に持ってないんすけど左足でも全然決めてくれるんで、まあどっちでもいいけど、まあ、個人的にはやっぱこっちの方が好きやったかな。でまあ能力こんな感じで、オフェンスセンスズバ抜けて高く、ドリブルとかもそこそこできて、パス微妙ですけど決定力も高い、ヘディングもさすがの能力値で、カーブも高いで、スピシュもまあまああって、キック力89のジャンプ88でフィジコン71、ボディコン72ということで、まあなんかね身体能力面はキック力とジャンプぐらいしかなんか強そうではないんですけど、正直使っててねフィジカルもっともっと数値以上に感じるし、抜け出したら普通にスピシュンもねもっと高く感じるんですよね。まあ逆足も上手くて、ちょっとコンディションの波普通っていうところはちょっと痛いですけど、まあまあロナウドの強さ考えたら C でも使っていいレベルかなと。でも相変わらずスキルはね正直今作で使えるので言えば、ミドル、無回転、ワンシュー、闘争心ぐらい、まあちょっと物足りないかなとも思うんですけど、正直全然使える。でまあちょっと今回はですね試合の映像ちょっとかなり撮ってきたんで、まずそっちを見ていって、まあ最後に1試合ぐらいやっていこうかなと思います。まあ主にミドルシュートがもうえげつなかったんで、そこをね見ていただければいいかなと思います。それではちょっと見ていきましょう。ちょっといち早くねロナウドのエグさにみんなに気づいてほしいんで、まずちょっとねもうインパクト残しすぎた試合から見ていきましょう。まずこのシュート、これちょっと正直シュートの軌道エグすぎるよね。インパクトやからそれは早いとはいえど、なんか今まで以上にどの選手よりもインパクトの強さを感じました。でもはい、次2点目のシーンですね。メッシとちょっと細かくワンツーしながら、ベルナードシューバーも使って、ここクレロナ使って、またメッシで、ここ受けてワンタッチでここ抜け出して、2人目もかわしてナイスシュート。だからなんかドリブルの操作性も別に数値以上にねよく感じるんすよね。まあ最低限あるとはいえど、なんか90ぐらいある気がするドリブルしてる。まあちょっと1点目のやつをハイライトアングルでも見ておきましょう。はい、この角度からズドーン。ちょっと球速すぎん？未だかつてこんな選手いなかったでしょ。こんなえげつないインパクト打つ人、これはえぐいよ。はい、じゃあ次の試合、この試合は頂点ではなく、そうさっきは頂点で使ってたんですけれども、これは左の 1.5 列目 ST で使ってます。さあここトラップして、もうワンタッチして、このインパクト、いやこのインパクトが強すぎるんよ。でなんかアップデコからねインパクト打つのもなんか早なった気がするね。ための時間がすごい短くなって、インパクトより強化されたかなって感じします。まあそれはもしかしたらロナウドだけの特権かもしれないですけどね。まあそんなことはないでしょう。さあここトラップでかわして、これはちょっとねあさっての方向飛んじゃった。でまあ両足使えるんで、まあこういうパスのうまさもなんか体の向きとか気にしなくても、まあいい感じに出せるかなと思いました。まあやっぱ両足使える選手ってなんかパスうまく感じるよね。気持ちの問題やろうけど、さあここフェリックス、ジョレンテと来て、さあロナウドスルーパス受けて、はいこのトラップ素晴らしい、かわしてループ、いや完璧。なんかこう謎のドリブルの推進力があるんですよね。ここもクリバリをぬるっとかわしちゃってるんで、まあディフェンスが悪かったのかもしれんけど、まあナイスシュートでしょう。あとこれはちょっと別の試合のハイライトにはなるんですけど、右使って左使ってロナウド最後真ん中持ってきて、このインパクトシュート、この右左真ん中でロナウドにスペース上げてあげて、最後にこのねインパクト打つ、これちょっと流行りそうやね。でこれはねちょっと逆足で決めたシーンなんですけれども、ベルナードシーバーで運んでスペース自分でしっかり作って左足のコンカー、まあコース甘いですけど、まあしっかりとねキーパーいないところには飛んでるんで大丈夫でしょう。というかなんといってもこの抜け出しの質ですよね。ここで広がってディフェンス剥がして、でしっかりライン越えないように止まってる感じがいい。ここも抜け出しが良かったシーンですね。しっかり前走って、で1個かわして、ここでスルーパス受けると、これちょっとパスが伸びちゃったんで、とここも当たったからちょっとトラップできなかったんです
けど、この動き出しはなかなかいいんじゃない。普通のラインブレーカーやったら多分前走り込んでたと思うんですよね。そこをね方向転換するのはめちゃくちゃ賢いと思う。でここでしっかりキープして潰されない、こんな当たれる方しても潰されない、はい、しっかりかわしながらパスしてあげて、最後はこうこぼれ球ゴールと。でまあさっきの動き出しとは違って、こういう単純にスペースが空いてる時はもう縦にね、もう一直線に走り込んでくれて、でこうトラップもうまい、ループも最高。やっぱ状況に応じてねパスゴー入れなくてもこうやってパスゴーみたいに走り込んでくれるのは素晴らしくいいかなと思います。はい、これは違う試合の開幕のシーンですかね。ちょっとハイライトでしか撮れてなかったんですけど、はい、ここしっかりと相手のセンターバックかわしてこのインパクト、まあ、広がり方もすごくいいし、ここでライン留まってるのもものすごくいいですかね。やっぱオフェンスセンスの良さが非常に出てるかなと。でここの推進力ももう完璧ですね、マジでめちゃくちゃいいわ。ではい、2点目のシーンは、はい、ここでパス受けてトラップでしっかりとスペース運んでいって左足のこのインパクト、これ多分無回転になってたんかな、めちゃくちゃいいシュートやったね。でまあこれは多分ロナウド初めて使った試合の映像ですかね。いっちゃん最初の動画だったんで多分そうだと思うんですけど、はい、ロナウド抜け出して右足、ここでもインパクト打っちゃうと。やっぱ単純な抜け出しですけど、この縦へのね速さがあるんで、まあ、プジョルとかも抑え込んでしまうと、やっぱここ強いよね。でここは多分パスゴー入れたシーンですかね。ここグーンと走っていって、もうパスゴー入れたらなんかロナウドで勝てちゃうみたいな、そんなゲームかな。でちょっと一番最初に衝撃受けたシーンがこれでしたね。ここで相手のファンダイク背負って、でこっからインパクト、ちょっとこれウイレミ感じやんマジで。こんなプレーできる選手なかなかね最近いなかったと思うんで、これはちょっとチートよ。あ、もうこれはずっと使うやつやなって思って、次の4点目のシーンですね。ここスルーパス受けてファンダイクをこのシューキャンでかわして、このシューキャンのキレもえぐくない。ロナウドのボールコントロールがうまいのか、なんかアップデ後からねドリブルのキレが増したのかわかんないですけど、こうクイーンってかわしてこのシュート、素晴らしい。まあ映像はだいたいこんな感じでしたね。まあ映像の中には2トップで使った試合もねちらほらあったんですけれども、まあ2トップよりかは疑似 3CF の一角として使う方が合ってるかなっていう風には感じました。なんかまあレアオンとかムバッペほど単独トッパー1人ではできないですけど、抜け出しとゴールで結局結果残しまくってるよねっていう、そんな印象でしたね。ではまあ最後にこの疑似 3CF で1試合やっていきましょう。ではマッチングしましたということで、調子は好調と。まあちょっと今回はより抜け出しも見たいんで真ん中 CF で使いますかね。こんな感じでいきましょう。ホワイトさんのスカットはこんな感じですね。それでは対戦よろしくお願いいたします。さあロナウドの使い方に関しては今回は真ん中 CF で使ってるんですが、まああんまりボールは触らせすぎずに、もう最後の抜け出しを使ってあげる、ほらこんな感じで使ってあげる。まあここはちょっとさすがに距離があれなんで、おナイス、さあシウバでちょっとキープして、ロナウドもう一回使って、いや惜しい、いやゴール寄せ、いやあー惜しいな。でもこういうゴール前で負けない強さもやっぱ素敵よね。さあここちょっとニアのロナウド使ってヘディング、あメッシになっちゃった。さあパバールから、ちょっとこっちの、はい、中盤使って、はい、ヘディング、あヘディングじゃないけど OK。 さあフォーデンでちょっとロナウド、あナイスパス、あなななななんでこっち走ってくんの。おさあこっちでちょっと運ぶか、まあこういう運びやすさもそこそこはあると。はいナイスナイス、綺麗、うわ最低それは。あまあバルベルデで行っちゃうもん今回。あーいやちょ今のさもうアドバンテージ取らんと、もうレッド出すべきやろ。ガチで潰しに行ってたけどな今。さあここニア出して、さあロナウドヘディング、あー超えたか。さあこっち、はい真ん中ロナウド受けに来る、ナイス。さあバルベルデから、はいこっちサイド使って、さあフォーデンでキープで、こう横パス空いたロナウド左足、はい完璧。まあ今のもう入りすぎずにちょっと自分のスペースを確保して、で横パス入ってきたら一気にこう侵入する、でしっかりシュートまで持っていくと。やっぱロナウドはねもう点取るために生まれてるよ。やっぱイーフトでもね、その AI の賢さ、頭の賢さはもう健在よ。さあシウバー、はいここメッシ使って、もうここはねちょっとメッシで運ぶふりして、あちょ待って、出しすぎた。こう前向いてロナウド、ナイス前向き、あーイエーイ。まあここでカットして、はいメッシロナウド来た、もうこれはねこっからインパクト、あいえぐすぎやろマジで。なんでその距離が入んねんって。今作こんなん入る人おらんかったけど。まあ前半は2対0と、いやえぐかったね。ちょっと一瞬ハイライト見ていいかな。はいこれここでパス受けて、この距離からズドン、あ意外と近かったな、もうちょい遠い気してたわ、めっちゃ油断してたわ、絶対入らんと思ってんけどな。ちょっとやらしいとここぼれたな。さあここ、はい開幕狙いに行こう。サバルベルでロナウド、ワンタッチでこうグインと前出て左足のインパクト、いや入らんか。さあロナウド走らせる、単純にパスゴー、はいメッシ、ロナウドもう一回パスゴー、
はい、もう一回ロナウドで、もう一回パス後で、ここロナウドグーンと出てきて右足、いやーちょっとインパクト打ったよかった。さあシューバー、はいここ、まあ通らんか、あでもワンチャン、はいワンタッチナイス。さあフォーデンでちょっと切り返して、ここループナイス、もうこれパスにしとこう、オッケー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 、でメッシで、はい、まあレアオンと、まあ、エンクンク、まあこんな感じでいきましょうかね。さあジョレンテ、はいロナウド、ここワンツーして、さあレアオンとワンツー、素晴らしいよ、なんかキーパー出てきてるね。はいここワンタッチで抜き去って、コンカ、いやー外すか、あーでも PK や、まあちょっと決めてほしいところではありましたけどね。まあナイス抜け出しでしょう。さあこれはまあロナウドだったらちょっとど真ん中蹴りますかね、ちょっと読まれてるかもしれんけど、ど真ん中、あー読まれたわ、オッケー。まあ試合は2対1と、まあシュートはねめちゃくちゃ打ちましたけど、まあ2点しか決めれんかったね。まあ今回はこのユナイテッドパックのロナウドを使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。もうねシュートもうまいし抜け出しもうまいし、ドリブルもそこそこできると、もうほんとどこで使ってもね、もうしっかりと点は取ってくれる、もうそんな選手なんで、まあぜひユナイテッドパック買ってね。ブルーのパックのロナウドは微妙ですけど、こっちのロナウドはマジで強いんだよ。もうこのシュートとかマジでエグかったからね。まあなんか特殊な強さを感じたんで、まあ余裕でガチスカレベルというか、もう余裕で SS 評価与えてあげてもいいぐらいバッチリハマって強かったかなと思います。それでは今回これで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。